にちは、S&D です。今日はスパイクに大事なポイント3選のうちの2つ目、空中姿勢のコツを紹介していきます。以前1つ目のポイント、目の使い方と構え方は別動画でぜひご覧ください。今日の2つ目のポイントは、打つ時の姿勢、この空中姿勢が悪かったり、空中姿勢が崩れているとどうしてもヒットした時にスパイクに力が乗らなくてアウトになってしまったり、ネットにかかってしまったり、狙ったところに打てないということになってしまうと思います。どうしてこの空中姿勢が崩れてしまうのかというと、左手が上がっていないと空中姿勢が崩れてしまいます。左手を上げやすくするには、助走の時のバックスイングをなるべくしっかり後ろに引いてそのまま上に上げていくというのがポイントです。男子バレーの選手だとすごく左手を高く上げて綺麗な姿勢で打っているイメージがあると思うんですが、実際はそこまで綺麗に左手を上げるのは難しいと思います。なので今例えばここにある人はもう10センチ上に上げていくというふうに、少しでも上に上げるという意識を持つと、さらに空中姿勢が整って高い打点で捉えられるようになると思います。左手が上がりやすくなるコツは、トスを左手でキャッチしに行くイメージを持つと左手が上がりやすくなると思います。また左手でキャッチしに行くと、トスの来る位置も左手で判断できるようになるので、そこの位置に入って叩くことができるようになってくると思います。今日はスパイクで大事なポイント2つ目を紹介しました。空中姿勢が綺麗になってくると、さらに高い打点で下に叩き込んだり、コースをついてスパイクが打てるようになったり、相手の動きも少しは見えてくるようになってくると思うので、ぜひ実践してみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。